南方諸島と周辺の島々、黒地は小笠原諸島。南方諸島はある地域から見て南側にある諸島を表す名称。日本列島の南方に位置する諸島としては以下のものがあるが、このうちのどの範囲を南方諸島と呼ぶかについては主樹の用法がある。なお、海上保安庁海洋情報部と 国土地理院は地名等の統一に関する連絡協議会を設けて地名の統一について協議しているが南方諸島という地名については合意されておらず国土地理院は南方諸島という名称を使用していない以下の法令等で用いられている以上の法令では送付岸の南,の南の南方諸島と記載されており 南方諸島が伊豆諸島の最南端にある宗府岸よりも南の範囲を指すことを明示している。また、沖の鳥島及び南鳥島を別に記載していることから、これらの当初が南方諸島に含まれないことも明白である。なお、これらの法令では、小笠原群島、西の島及び火山列島のように記載して、火山列島と西の島とを別に扱っているが、 海上保安庁海洋情報部と国土地理委員との合意によれば西の島は火山列島に含まれる。東京都島し部と同じ範囲を指す。1962年に吉田次ぐが当時アメリカ合衆国の占領下にあった両諸島の地市南方諸島を時事通信社より観光している。ありがとうございます。